47戦目、魔人。前半は、氷属性の魔法攻撃に特化。HP32,640 以下になると、カウンターでモードチェンジ発動。モードチェンジ後は一点、物理攻撃に特化。ターゲッティングで透明を解除し。魔人の怒りでオーバーキル。ぐー、疲れました。これにて勝利確定です。エドガーはフレームシールドを装備しているため、氷属性魔法のダメージを受けません。モードチェンジ前の魔人の攻撃方法は氷属性魔法のみなので、これだけで貫通できます。魔人の使ってくるブリザガは、リフレクトリングで反射できます。魔人は氷属性を吸収するので、ブリザガを反射しても HP を回復されるだけですが、ウィークメーカーで氷弱点を付与すれば、ブリザガ反射でダメージを与えられるようになります。氷弱点を付与しました。あとは放置で勝手に自滅してくれます。ちなみに、ジュラハン戦と同様に、今回もこちらから一度もダメージを与えていないため、魔人のカウンターは発動しません。また、魔人のモードチェンジはカウンターによって発動するため、このまま放置していればモードチェンジすら起こりません。長くなるので加速。なお、魔人はジュラハンと異なり、MP が潤沢にあるため、MP 切れなどという、くっそ情けない幕切れとなる心配もありません。撃破しました。エドガー、レイズ習得、ムツの神入手。テイク2は、1回でした。